はい、皆様こんにちは、のぼるです。初めてのラジオ、今日が第1回目なんですけれども、番組名はですね、今ここうがなびら、挨拶でハイサイグスヨーチューうがなびらのうがなびらなんですけれども、今ここうがなびらは今は時間のことで、ここは空間のことで、まあ、今ここで宇宙って意味で、うがなびらは手を合わせて拝む、感謝をします。で、宇宙に感謝、今ここに感謝するっていう意味の番組タイトル名です。今日はですね、ちょっと最近知り合ったばかりなんですけど、いきなり大好きになった先輩を最初のゲストにお呼びして、いろいろこのあと沖縄のちょっとした秘密に迫っていきたいと思ってるんですけれども、皆さんじゃあよろしくお願いします。あ、こんにちは、千葉の先輩。あ、こんにちは。はい、今日はですね、千葉さんにいろいろ、まあ、私個人的に聞きたいことなんですけれども、はい、まあ、多分、40代、僕46歳なので、僕ぐらいの年からもうずっと子供たちまで、今日の話はでびっくりする話になると思うんですが、千葉さん、ちょっと、ね、どういう関係かわからないので、年齢だけちょっと聞いていいですか。はい、私は昭和25年生まれの64歳です。64歳、だから戸口さんとは19歳違うというと、ね、あ、そうですね、 もしかしたら親子ぐらいなんですけど、まあ、気持ちは全然兄貴みたいな感じで思ってるんですけどさっきちょっとだけ本当軽く打ち合わせしたんですけど、この話は面白いと思うんで、今撮ってあった話で、はい、もういきなり本題にから、はい、はい、行きましょう。はい、ですね、僕は730というこの数字が好きなんですよ。はい、もう分かりますよね、何を言いたいか。はい、730は非常によく覚えておりますけれども、はい、どうして好きなんですか。ですね、この730を知った時の年齢が9歳、僕が9歳 で、昭和53年、1978年、はい、その時にですね、車は右、人は左とか、車は右、人は左、なんかスローガンが、はい、もう CM、何でしたかね。車は右から逆になっちゃったわけですよね。そうです。人は左、車は右が、車は左、人は右に変わったんですかね。はいはい、そうですね。矢印のマークが、ね、そうですね。車は右から左を走るようになって、はいはい、その時に僕は何が何だかわからない小学生、9歳なんで3年生ぐらいなんですかね。その時に学校でですね、警察の方が来て、仮設の信号機を運動場に置いて、はい、横断歩道を作って、もう何回も横断歩道の渡り方を指導しに来られたんですよ。自動的にね、道を渡るときに、右を向いて左を向いて、あ、そうです。これが逆になるんで、
習慣を変えるっていうのはとても大変だったよね。右見て左見て、間がまた右を見て、そうですね、で習いました。多分ね、右側通行の時は左を見て右を見て左を見る、道路を渡るんですけど、あと右内回り外、左内回り右外回りとか、そういうのありました、ね、刷り込みがあったんですよ、まあ、はい、ある意味逆洗脳みたいな洗脳ですよね。でこれはですね、私たちにとっても、はい、まあ、沖縄が日本に復帰した後のですね、はい、まあ、いろんなことがありましたけれども、大きなイベント、はい、最後のとどめみたいな感じ。最後のとどめ、とどめみたいな、とどめっていうのはどういった意味でとどめ。あの山とかといいますかね、本土かのね、日本に復帰、復帰した西部の、あの変化があって、はい、その中でやっぱり毎日の生活に極めて密接な関係、はい、交通方法の変更、はい、やっぱり復帰してからこれ何年経ったんですかね。そうですね、復帰して35、6年、そこまでたってないかったと思いますけれども、まあ、それでも昭和53年ですから、うん、5、6年経って、その意味ですね、復帰してから11年後ですか、11年後にこの交通法の改正、はい、まあ、例えばお金なんかはその瞬間に変わりましたけれども、ドルから円にね、ところが、はいはい、この交通法を変えるのは11年かかったと、はい、11年かかったっています、ね、準備も。そうですね、あの私たちが免許を取った頃に、もちろん、ちなみにその時に、千葉田さんおいくつだったんですか。33歳ですね。33、じゃあ車の免許取って10年以上、もちろん、はい、もう10年以上経ってますね、はい、で車の免許もちろん左側、左ハンドルで取りましたんで、はい、右側通行ですよね、はい、でこの交通方法の変更が決まったというのがいつだったかの記憶はないんですけれども、はい、変更するしばらくはそのままでもいいんじゃないかみたいな議論もあったと思いますよ。ああ、これ僕知ってます、うん、はい、あの国際法で同じ国に2つの道路法規があってはいけない、うんうん、はい、だから変えないといけなかったんですよね。で我々にとってみればね、国際的にはね、右側通行の方が極めて普通なのに、はい、なんで左にしなきゃいかんのかという抵抗もあった記憶があります。抵抗がありましたですね。でそうするとね、あの今まで車みんな左ハンドルの車を買って乗っていたわけですけれども、うん、これが決まるとね、今度は右側、右ハンドルの車に徐々に変わってきたんです。ああ、じゃあ新車の時点で右と左が混在したんですかね、はい、そうですね、でしかもね、右ハンドルの車のヘッドライト、あ、そうですよね、ヘッドライトはね、あの逆向きになってますんで、そうですよね、歩行者に、うん、そうですよね、ハイビームになっちゃうんで、その目隠しみたいにね、ガムテープ貼ってる車がしてました、はい、貼ってましたね。僕車屋さんの親父がその頃、うん、あの車のライト屋さんが儲かったんだよって言ってましたよ。あの相当儲かった、ね、あの相当儲かったって、車のライトがあるんですよね、あの内側と外側の高さが違うんですよね。違います、はい、あのレンズのカットが違うんで、はい、全部の今までの車をその時に変えないといけないですよね。そうなんです、もう当時何台の車があったか分かりませんけれども、全部ですからね、すでに車社会でしたんで、はい、全部変えるということで関係者も多かったでしょうね。僕はですね、実は会社を持っていて、まあ、会社の名前はいいんですけど、はい、会社の設立年月日まで7月30日にしてあるんですよ。そうですか、何か変えてやるっていうシンボル、なるほど、変化のシンボルとして、確かにそうですね、何か自分を変えるとか、うん、まあまあ自分を変える、何か世の中を変えるって、また大層出たことを言いますけど、そういうののシンボルとして730っていう言葉が好きなんですよね、うん、確かに劇的な変化ですよね、はい、僕はその時9歳で国際通りにいたんですよ、うん、国際通りが歩行者天国になっていて、はい、でなんでそうなってたか覚えてないんですけど、チョークを持って子供たちが、みんな子供たちが歩行者天国でチョークを持って道路に730のシンボルマークを、はいはい、あと学校中730のシンボルマークなんですよ。やっぱりこれ県民一人一人、赤ちゃんからお年寄りまでみんな
なんか関係あって、で生活がガラッと変わると。僕はお祭りだと思ってました。なるほどね、はい。なんかみんな喜んでるイメージですけど、結構楽しくなかった人もいるんですよね。私たちにとってはね、まあ、しょうがないかというか、できれば変えないでほしいという気持ちがありましたですね。はいはいはい。で何しろ戦後昭和20年からずっと、はい、慣れ親しんできたことを、そうです、10年も車持ってたんですよね。そうですね。あ、いや、事故とかも、あ、事故いっぱい起こりましたですね、あの時ね。とりわけ目立ったのがですね、はい、バスの事故だったんです。バスの事故、はい、バスがね、接触事故を起こしたりとか、やっぱり右と左が変わるとね、幅の感覚が違うもんです。あんだけ大きい車だと内輪差とかも全然、そうですね、右からもうなんか今、まあ、右脳の話するとちょっとおかしい、右脳から左脳みたいな感じですね。そうですね、左脳から右脳みたいな。バスがね、接触事故を起こしたり、はい、それから溝に落としたりとかですね、そういう事故がいっぱいいっぱいあったですね。もう多分僕でギリギリですよ、うん、9歳なんで、はいはい、多分でも46歳なんで、もう40歳かわからないですよね。最初からもう左側通行で、そうですね。でそのですね、また僕車が好きなんですけれども、ちょっと面白い話があって、はい、左ハンドルの国産車っていうのが存在しますよね。沖縄左ハンドル、はいはいはい、だからそういう、例えばトヨタの何かとか、日産のフェアリリー Z、はいはい、名車の、240Z の、僕の友達がたまたま同級生が2人左ハンドル持ってるんですよ、なんかアメリカみたいですよね。アメリカの車を乗ってるみたいな感じ。ものすごくびっくりしたんですけどね、私たちにとっては左ハンドル当然だったけれども、はい、大和から来た友達、相当買いに来た人、売られたって聞きました、僕、びっくりしてましたですね。車のマニアがですね、沖縄まで来て、左ハンドルの国産車を買って持ってくる、珍しいから、それがかっこいいんですよ。はいはいはい、でなおかつですね、沖ナンバー、うん、沖3とか、うん、今、沖縄 5とかですよね、はい、330とか、はい、沖一桁ナンバーっていうのが存在したんですよね。沖一桁ナンバーの車はこのナンバーだけで100万円の価値があるんですよ。私の友人持ってる人いますよ。左ハンドル沖ナンバー、沖ナンバーではあるけど左ハンドルだったら、いや沖ナンバーで100万です。100万ですか、はい、100万円の価値あります。トヨタクラウン、ステーションワーゴンでね、もう50年、ステーションワーゴン、クラウン、クラウンだら、クジラのクラウンですかね、その辺までよくわからないですけどね、はいはい、復帰直後の車ぐらいですね。またその古い車、今もいや動きはしますね、走りはしませんけど、動きはす、エンジンが動く、エンジンはもう絶好調ですね。エンジンが絶好調な、絶好調なのは、そんな古い車走りもしないのにエンジンが絶好調って、このエンジンオイルをね、いいものを入れて、サンプルとして置いてあるわけです、ね、こんな古い車でもエンジンが動くよというための、そうです、サンプルが、沖ナンバーもついてるんですか。ナンバーもついてるんです。沖ナンバーのクラウンのステーションワゴン。じゃあもしかしてこれ欲しいっていう方がいたら売ってくれるんですかね。1億では売らんといて、1億で売らない。売らないと1億で売らない。売らない。実際の話で、そうですね、まあ、私は100万でも売るんじゃないかなと。あ、まあだけど100万ではでも売らんでしょうね。1000万でどうか。1000万ぐらい、うん、いやちょっと車好きの僕にとってはもう、うん、興味そそるお話なんですけど、ちょっとじゃあですね、その当時好きだった曲があって、はい、多分千葉さんもご存知、僕はこれで初めて覚えて踊った歌があるんですよ、うん、有名なピンクレディーの、はい、宇宙の話から始まったので、あれです、あれですよ、 UFO お願いします。
ね、責任感が出てしまったんでちょっと大変でしたね。そうなんだ、反対だけどいきなり始めてやる人は大変ですね。それは大変だ。初めての方も多いですか？あ、多いです、多いです、ね、はい、あの趣味のこと語るとか、はい、いろいろいます、はい。これ自分の知らないプレッシャーでした今。あ、そうですね、はいはい、楽しまないといけないですね。あ、そうです、そうです、はい、初めての気持ちは大切にしないといけないので、はい、同じ喋ることでもやっぱ講演会とラジオちょっと変わってると違うと思います。ちょっと、はい、千葉田さんがいてくれてよかった。誰もいなくて喋るって言ったら本当大変ですよ、はい、ありがとうございます千葉田さん。これ一人で喋る人って本当、まあ仕事にしてくると慣れるかもしれないですけどやっぱり大変ですね。それでミキサーもやりながら喋る。え、自分でやりながら。ちょっと最初できないんで慣れるまでお付き合いいただいて。大丈夫です、はいはい、とりあえずもうラジオの流れ分かっていただいて。もう多分10回ぐらいはやらないとこれ覚えるもあるかないんですよ。僕の流れは、はい、いや楽しい話。そうそう。あ、いやいや、大丈夫です、まだです、まだ、はい。1分前だったら行く。1分前。あ、コマーシャルが行く。あ、コマーシャル挟むね、はい、まだ。あと、コマーシャルマスティングくらい。なんか、730知ってました？あ、わかりました。でも、ですね、はい。だけど、何も体感して、僕は子供の頃、はい、もう実際。あ、ですよね、はい。なんか、うちも母親は、はい、なんか体感したみたいな。あ、何が起きたんですか、お母さん。結構ね、上で、今63とかです。え、はい、お母さん 60？ はい。40ぐらいの子供なんで、なので昔の話とか聞きます。あ、じゃあ仕切ってるんですね、はい、聞きます、はい。じられないドルだった時代のこととか。この曲も知ってます？あ、聞いたことあります、はい、有名ですからね。有名ですね、はい。チカゴは少し宇宙じゃ仕事の話を。あ、今 CM 来ました、うん、はい、今ここ宇賀なびらの後半なんですけれども、あの車から話が始まって730からで、ちょっとこの車つながりでですね、千葉な先輩に、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど、はい、あの僕車が好きなんで最後までなんか車に乗っていたいなと思っているんですよ。それで60とか70とか何かもうお仕事しないでいいよって言われる年になってても、最後にはもしかしたら車運転しながら仕事になればと思ってタクシーとか乗ってるかなと思って、乗ってるだろうなと思ってるんですけど、ドライブが好きなんで、はい、あとまたちょっと自慢なんですけど、僕車の運転がうまいんですよ、うん、あのうまいって速いって意味じゃないんですけどね、その車の運転がうまいっていう話をちょっとあのプロとしてのうまさ、で千葉さんの 今の、 あの2つ千葉さんの仕事されてますか、1つの仕事で、はい、私はですね、あの昔タクシードライバーという映画を見まして、あ、一度はタクシーの乗務員をしてみたいなと思ったんですよ。あの有名、あの俳優さんですよね、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デ・ニーロですよね、あの渋い、はいはいはい、で、それを見て以来いつかはタクシーの乗務員をしてみたいと
思って、ちょうど時津さんおっしゃるようにリタイアしたらね、はい、タクシーの乗務員してみたいなと思っていたらたまたまですね、はい、願いばかなので、はい、国の方で高齢者雇用促進事業っていうのがあ、そういうのがあるんですか、二種免許を取らせてくれると、あ、国の補助で、おいくつで2種取ったんですか。62ぐらいですかね。じゃあ本当にリタイアした後の、そうですね、はいはい、そうすると国の援助で私が出したお金は、はい、飲酒代ぐらいと、あ、じゃあただですね、ほぼただで、はい、免許、二種免許を取ることができた、はい、そしてすぐその場でタクシー会社に行きまして、はい、乗りたいという話をしたらね、はい、まあ、他の会社どうか知れませんけれども、65歳までに入社すれば、はい、その人の体の調子によってできますよという話でしたんで、はい、やらせていただきました、はい、で目的はね2つありまして、2つ、はい、はい、まあ、1つはバックミラーから何が見えるだろうかと何ですか、これもまた深いですね。前の方でもいろいろ見えますけれども、はい、バックミラーからは、ね、あ、お客さんですか、お客さんの人間模様が見えるんですね、はい、これも面白いというのがあって、はい、まずこれ、もう一つはですね、人間観察、人間観察ですね、人間観察、はい、人の振り見て我が振り直せじゃないけどねでも今までも何千人何万人乗せてるんですよね、まあ、そんなにはいきませんけど、ね、はいはい、とても象徴的なことがありますので、何か、あ、それもまた2つ目、はい、お話しましょう。で、はい、2つ目はですね、はい、うちにいてゴロゴロしてるとですね、はい、お酒ばっかり飲みすぎるんで、酒ばっかり飲んでこれをコントロールする、なんか悪く言ってしまう、アル中ってやつですか、もしかしてアル中にならないように、アル中にならないように、ならないようにね、はい、どういうことですか、ちょっと分かりやすく言うと、お酒を飲まないように外に出るってことですか。そうです、お酒、要するにタクシーの乗務員というのは厳しいアルコールチェックがあります。この乗る前にフーってやるやつ、はい、そうですね、はい、だから毎日そのチェックがありますので、はい、お酒を飲みすぎる、二日酔いというわけにはいかんわけですね。かっこいいですね先輩、やっぱり考え方が仕組みにしてあるんですね自分でできないからね。だから排水の陣っていうか、このなんていうんですかね、はい、自分で酒飲まないようにもう仕組みを作って、ね、でこれがね、はい、やっぱり身のため、自分のため、体のためね、体のためになっているわけなんです。あ、でこれがないとね、ずる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 いっちゃう可能性があるんで、じゃ休みの日だけは飲めるんですよね、前の日は。はい、前の日はね、コントロールしてればちょっとぐらいだったら問題ないんですけれども、はい、翌日朝早い予約があるとかね。あ、じゃあ結局飲めないですね。それは大変です。昨日それありまして、はい、朝の8時にね、チャタンに予約と、うんうんうん、となるとね、前の晩はもうやっぱりね早く飲んで終わっちゃうと、うん、缶ビール1本とかね、プロですね。そうしないと迷惑かけますので、プロとして酒を飲まない、ね、飲まないだけどここが外れてしまうと飲んでしまうから、やばいね。あ、まあ、そういうようなことでね、はい、飲まないと。で、はい、そのバックミラーから見えることというとですね、最初の目的ですね。もういろんなことをね感じます。でね、バックミラーからお客さんの様子を見て自分のことをね、はい、反省するんですよ。あ、本当に人の振り見てですね、はい、でこういうことありましたですね、はい、国際通りでお客さんが手を挙げられたんで、はい、はい、どうぞ。男性ですか、女性？男性でした、ね、男性、はい、そしたらこの方がね、那覇工業までお願いしますと。はい、那覇工業まで、はい、私は、はい、分かりました、那覇工業ですねって言ったんですけど、はい、頭の中ではね、那覇工業と聞いた瞬間に、沖縄工業に変換してしまう。暴走ですね。というのはですね、我々の世代は那覇工業なかったんですよ。ないんですか、うん、我々のちょっと後にね、那覇工業ができたんで、工業って言ったら頭の中で松川の方に行っちゃったんですか。そう、松川の方に行こうとしたんですね。そしたらアジャの方だったっていうか、うん、港、海の方、途中でね、バイパスに行こうとするところでお客さんの方が違うよとおっしゃってくださったんで、助かったんですね。ところがね、これオチがあるんですよ。はい、何ですか。私は新米のドライバーでしたんで、はい、料金のメーターを押すの忘れてたじゃあ思い出に残っている。でそれが怪我の功名でね、はい、お客さんに迷惑かけることなく、あ、なるほどですね、料金が発生 してないわけですね。
沖縄工業に行く道には道あの間違ってる間ははいはい、あだからそれがですね、要するにコミュニケーションのギャップとして家族はね、うん、テーブルについて食事をしながら、うん、毎日話をすることによってね、うん、この変換のミス、あなんか隙間埋めぬみたいな感じでもありますね、はい、コミュニケーションのギャップをね、はい、あの埋めていくんじゃないだろうかと、うーん今みたいにですね家族みんな別々に食事をするとかいうとどうしてもコミュニケーションがうまくいきませんので、まあ例えば子供は部活だとか、そうですね、あれ塾だとか、そうです、はい、夫は残業だとかね、いうことになると話をするチャンスが少なくなると、一番大事なところで家族がずれてしまうなというようなことをこのタクシー あの行き先から、ね、この行き先のちょっとした誤解、はい、ミスコミュニケーションを、はい、まあ、生活の中に家族の愛の中に、はいはい、そうですね、テーブルでのコミュニケーションが不足して今みたいな状況が起きて、会話がもっと会話が必要だと、ね、確認が必要だと、はい、そうしないとね、毎日確認しておけばずれないわけですけれども、はいはい、ちょっとしたズレが時間とともに大きなズレに変わってしまう。僕も今の話で一つ思い出しました、うん、僕、はい、あの私三原っていうところに住んでたんですけど、那覇のお袋があのショッピングセンターで、うん、あのお店をやってたんですよ、はいはい、で弟と二人でショッピングセンターまでって言って、うん、タクシーで、はい、家に誰もいないので、うん、タクシー乗って行くんですけど、国際通りの、あ今ないですけど、うん、今国際通りのショッピングセンター止まらずにですね、そのまままっすぐあの県庁方面、うん、波の上方面に行くわけですよ。だから僕と弟は小学生なんで、うん、なんで止まらないの か顔を見合わせるんですよ要はあの子供たちだけでタクシー乗っていて、はいはい、1000円とか持ってるんですよ、あのでお袋に夜来なさいと、迎えに行けないから、でショッピングセンターまで、これがあの国際ショッピングセンターと、うん、はい、ナーショッピングセンターとあります、お土産品を、お土産品店、あそこ、うん、子供の頃あんなところ行かないんで、うん、人さらい言葉古いですけど誘拐に合ってると思っていて、で着いた後にはいどうぞって言われて、その時にやっとやっぱおじさん怖いんで、いやここじゃないんですって言って、うん、ショッピングセンターまで戻った思い出がありますね。なるほど、コミュニケーションというのはね、あのタクシーの場合にほんの一期一会、一瞬せいぜい5分とか10分ですけれども、はいはい、この中であの人を愉快にさせてくれるお客さんとかですね、あ逆にお客さんが愉快にさせてくれる、降りないでくれと降りないでくれと言いたくなるほど楽しいお客さんもいらっしゃいますし、逆に早く降ろしたいとあまり大きな声では言えないけど、そうそうそう、はい、であの、はい、これはね、まあ、人間の未熟さゆえ、私の未熟さゆえだと思うんですけれども、はい、相手の態度によってね、はい、こちらが鏡になっちゃうんですか、愉快になったり不愉快になったりすることがあるんですね。どうってことはないです、ほんの5分10分の関係ですから。なんかあるみたいですよね、あのミラーニューロンっていうのがあってなんかなるほど、ビン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 映ってしまう波動とか、ありますね。一個だけもうなんか笑い話みたいのあるんですかね、なんか。そうですね、あの嫌なお客さんでいいんですけどお客さんはですね、あのタクシーの運転手乗務員は、はい、まあ、赤の他人なんで、はい、その人の人間性みたいなのがねポロッと出てくるんですね、はい、あの、はい、お客さんのね、はい、例えば、まあ、手を挙げて綺麗な女性が乗ってくるとで乗ってきますと楽しみですね、はい、行き先を言うときにね、はい、この人のコミュニケーション能力とか人間性が出てくるんですよ、はい、でどこどこまでお願いしますというの、はい、これが普通なんですけれども、はいはい、そのコミュニケーション能力が低いとかその人の人柄によってはね、前右とかこういう方いらっしゃるんですね本当ですか、これ割合的に何人ぐらいですか。ほんのわずかですけど、ね、100人に1人ぐらい、お年寄りは結構いらっしゃるんですよ。あ、悪気はないので、名宴会とかね、あ、まあ、笑い話としては苦心会というのがあります。苦心会ってどういう意味ですか。後ろにという意味ですけど、ね、あ、草の草ですか、はい、後ろにという意味ですけれども、名護市の櫛というのがあるんで、あ乗務員は喜んで向こうに、なんか名護まで長距離だと思って前の方に向かって櫛かるとあ、これ笑い話なんですね、あの、うん、なっちゃうというようなことがあります、はい、でこう
人柄が出るというのはですね、はい、例えば今まで前とか後ろとか言ってた、右とか左とか言ってたこの素敵な女性がですね、はい、こう途中でまあ男性を拾うんですよね、その瞬間にねコロッと態度が変わって、あの可愛い子になっちゃう、ま、可愛い子、甘えたような声を出すんですね。そうすると、まあ、それ知ってるのは千葉さんだけですよね、私だけなんですけども、相手に言うわけにはいかんしね、あ、言うってのはこの女やめた方がいいよっていう、まあ、正直にところね言いたいところですけどね、はい、やめた方がいいですよ、お客さんと性格悪いですよとでもまあもちろん言えませんけれども、そういうような 逆もあるんですか、女の人が多いんですか、そういうお客さんって。なんか男の人って態度変えないじゃないですか、ね、男の人の場合はですね、横柄な態度の方いらっしゃいますね、はい、あ、ただね、社会的に地位のある方で、はい、あの立派な方っていうのはやっぱりタクシーの中でも立派ですね。そうなんですか、はい、で人格者、人格者、あのタカタカッチュってやつですかね、あのよくこう、はい、有名人でもね、いろんな有名人がいらっしゃいまして、まあ、乗ってきますよね、はい、そうするとね、あのなんていうかな、態度が悪いって言いますかね、テレビに出てるとか、はい、テレビに出てらっしゃる方でもですね非常に丁寧な方と、そうでない方といらっしゃる、画面で見る人あると、はい、でそうするとね、はい、もしこの方が何かのビジネスをしているんであればね、はい、この店に二度と行くかとこう思いますよね。例えばどっか の、あのお店の社長さんだったり、はいはい、ちょっと有名な企業の方、ま、もしかしたら政治家だったりとか、はいはい、俳優さんとか、はい、そうですね、そういう、まあ、もちろん気をつけてらっしゃるでしょうけれども、ね、そうですね、商売なんで、でね、またあの親子関係というのもね、親子あのよく見えます。あ、親子で乗ってくるってことですか、はい、親子でね、例えば、まあ、30前後のお母さんと、はい、小学校行くか行かんかぐらいの子供、あるいはもうちょっと若い子供が乗っていらっしゃるとですね、はいはい、この親子がうまくいってるかどうかっていうのはすぐ見えるんですよね、で非常にうまくいってる子の場合はですね、例えば親子が笑顔でね、あの会話をしてるんです。で例えば、のぼるちゃん、今日夕飯カレーライスだけど、何を手伝ってくれる、こういうわけですね。そしたら子供は喜んでね、じゃがいも切るとか、人参を切るとか、ご飯炊くとかって言って、こう非常にこのお母さんですよね、なんかもう本当に教育、もう本当の教育できてますね、コーチングしてるんですね、見事ですよね、見事ですね、子供も喜んでいっぱいこう話すわけですよね、子供は役に立ちたいと思ってますから ね、はい、そうですね、ところが愛されたいとか、逆にね、はい、わわわわこう騒ぎながら入ってくる親子がいます、はいはい、その時にはね、親はうるさいと、あ、静かにしなさい、こういうわけですね、はい、で逆に脅迫する親もいますね帰ったらお菓子開けないわよ、あ、すごいですね、すごいですね、サンタクロースに来るなと言うわよって、こういう感じになりますね。か、さ、一番最初の何手伝ってくれるのお母さんと、ま、真逆な教育スタイル、はい、もうなんかコントロールしようとしてますね。そうですね、コントロールできない相手をコントロールするんで、はいはい、しようとするんで、ますます子供はねギャーギャーわめく、はい、うん、子供のが主体的に動くようにしないといけないですからね、はいはい、そうなんですよね。でそこで、まあ、この家族、まあ、大変だろうなと、親はますますイライラするっていう、子供もますますイライラする。僕だったら運転しながらえっって後ろ向きそうですよお前みたいなのはやらないですけど、ちょっとやっぱり言いたくなりませんか。まあそれを言っちゃおしまいようで、ね、あの、うん、静かに運転していますけれども、ね、あのそういうようなことも見えてきます、はい、またあのちょっとあのラジオに今日あの最初のゲストさんっていうか、うん、本当はゲストっていうことだけど、もう実は助けていただいてるというか最初なんで、千葉奈さんとだったらスタート切りやすいなと思ったんでお頼みしてるんですけど、もともと千葉奈さんは放送関係の、もうね何十年も前の話ですよね。だからもう本当にこの世界の人だ、もともとがちょっとだけね、ちょっとだけっていうかさっきちょろっと聞いたら結構あのお偉い方と外国とかも一緒に回ってあのテレビのいろんな番組を作られたりとかそういう仕事もしてたという、まあ、あのそういうこともありましたけどもね、あの楽しい、はい、あのマスコミっていうのはやっぱりマスコミ、はい、
ある種の権力みたいなのもありますんで、楽しいところもあります。まあ、権力があるから楽しいというよりも、あのいろんな情報を影響力ですね、提供することによって、いい方向にいい方向に持っていきたいと。で今ですね、ちょっとだけ話が変わりますけれども、はい、北斗晶、はい、タレントのですね、はい、彼女が乳がんになって、はい、まあはい、すごい話題になってますね、胸を切除したと、全摘したと、うんうんうん、で、1年も半年前に、マンモグラフィーの検査をしたのに発見、そうですよね、きちっとやってたっていう、はい、でここでですね、私どもよく気をつけなくちゃいかんのは、はい、早期発見早期治療という言葉が、はい、ますますこの北斗晶さんの件でね、うん、どん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 メディアに出てくるようになってます。もう刷り込まれてます、頭 で、 ね、なんか普通に早期って発見ですね、早期発見して早期治療すれば助かるというのがあるんですけれども、はい、これはある面では事実ではありますけれども、もっと大事なことがあるでしょうと、うん、これは何かというとですね、どうかお医者さん予防方法を教えてください。ああ、これだけど予防って病気になっていくのがお医者さんじゃないですかね病気になってないのにお医者さんで出る幕ある、そうなんですよね。だから お医者さんは出る幕がない、予防方法は実はとっても簡単でいっぱいあるんです。はい、でそれをね、例えばマスメディアは伝えていくべきだろうと思いますね。マスコミの責任ですかね、はい、そうですね、影響力があるので、今はね、早期発見早期治療の方にパワーが向いております。こっちの方が、ね、はい、ビジネスチャンスが大きいんですよね。そうですよね、はい、もうテレビで何か言うっていうことは、やっぱりそこの裏側にはお金の流れがある、うん、そうなんですね、ビジネスなんで、で予防しちゃうとビジネスチャンス全部なくなりますから。あ、そうですよね、で、まあ、スポンサーつかないですからねでも本当はその建前上女性のためにね、はい、まあ、男性乳がんになるのはほとんどいませんので、男性もなるんですか。一応例はあるようですけれども、はいはいはい、でも今はですね、アメリカでは8名に1人、うん、日本では20名から30名に1人と言われてるんですね、うんうんうん、でこれだけ流行ってどん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 数が増えてるのに、医療も発達、ちょっと待ってください、増えてるってことですか。どんどん増えてます。医療は発達してるので減っていってるんじゃないですか。検査予防の精度は上がっていくんですよね。予防の精度は全然上がってないですね。上がってない、はい、検査の精度は上がってますね。検査の精度は上がっている、上がっていますけれども、なんかこうやってなんか、うん、検査に問題がありそうですよね。検査してるから増えてるという、その側面もあると言われています。でこれはアメリカの調査ではですね、うん、はい、100名のうち90名はマンモグラフィーで発見されるのではないと、うん、90名は自分の目と自分の手で触って乳がん発見される。あ、 90% そうですね。聞いた話、夫婦が円満だと旦那さんが気づくって聞いた話がそれありますね。 ありますよね、はい、これはね、深夜さんというアメリカの大学の先生が、はい、言ってるんですけれども、朝、深夜さんってアメリカの、はい、深夜、はい、新しい屋根じゃなくて、いやいや、新しい、はい、谷、あ、谷、はい、日本人なんですね、はい、そうですね、その方が言ってるのはですね、はい、朝夕5分か10分揉めば乳がんになりませんと朝夕5分10分、うん、でね、これね、自分で揉んでもいいんですけれども、できれば揉んでもらった方がより効果的だと。あ、そうだと思います相手を揉んだり、あのお猿さんが、はい、別のお猿さんの背中をこうやってなんか虫取って食べてる、ああいうのってグルーピングっていうらしいんですよ、はい、まあ、動物が動物に助ける、うん、助けてあげる、そういうことするとなんか幸せホルモン出て免疫力上がって、うん、なるほど、だから揉むよ、自分で自分の揉むよりも誰かに揉ませた方がいいんですよね。自分で揉むの退屈でした。退屈、揉みたい人に揉ませてあげればいいってことですね。まあ、話がだんだん変な方向にそうそう、変な方向というかいい方向になってきました。いい方向ですよね。まあ、そのように揉むことによって、はい、オキシトシンが出たりとか、非常に予防効果があると。でさらにですね、揉むと見ますよね、うん、で今度は北斗晶さんも自分の目で見てちょっと歪んでいたと、うん、ね、鏡で見て、はいはいはい、そして触ったらやっぱりおかしかったと、はい、いうことなんですよね。つまり半年前のマンモグラフィーでは発見されてない。あ、
じゃあ結局人が発見したんですね。はい、人が発見してるんですね。そうなんですね。はい、あ、何かあのすいません、何ですかねこれ。メール来てます。ああ、そうですね。ラジオネーム島んちゅ全財さん。はい。の登る旋風楽しみにしている。友達、聞いてらっしゃる方よ、いてよかった。友達が聞いてるってことですか。ああ、ありがとうございます。島んちゅ全財なんで、もしかしたらあの人かな。全財屋さんがいるんで。ああ、そうですね。はい、はい、はい、いましたですね。全財屋さんの特急生がいるんで、そうだ、きっと。わかりました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。まあちょうどおっぱい揉んでる話のところで一回入ってきました。全然マスメディアの話から、はい、いい情報をね、はい、こういったコミュニティ FM を通じて少しでも多く流していきたいなというふうに思いますね。じゃあ本当にラジオもそうですけど、誰か聞いてる方がいらっしゃるんで、テレビも見てる方が、はいはい、やっぱりためになるもの、はい、うん、いい情報ね、いい情報ですよね。うん、で今はですね、メディアで、はい、あるいはネットで、はい、いろんな情報が手に入りますけれども、それをこう、はい、判断する目というのはね、みんなで分かち合うといいますかね。例えばいろんなことを勉強してらっしゃる方いますから、まあ、言葉悪いけれどもみそもくそもいっぱい出てくるんですが、それをより分ける場所というのが欲しいと。いうふうに思います。それで私はね、読書会というのを始めたんですよ。でいい本を読んで、はい、結構なんか東京とかでも流行ってるらしいですよ、読書会。みんなにシェアするということなんですよね、はいはいはい、そしたら例えば今の乳がんの話でもですね、はい、こういう情報がありますよ、こういう情報がありますよ、というのは具体的に読書会というのは場所とかは時間とか、はい、場所と、ね、時間は今不特定なんですけれども、フェイスブックとかでフェイスブックで、はい、毎回出しておりますので、ちべなさんの地は知る花ですよね、はい、なんかそのまま、なんか情報を知る、花の情報を知るですね。そうですね、素晴らしい花のような情報を知る、ちべなの、名前の方が雪のりで、雪は漢字で幸福の幸、幸福、あ、もうそのままですね、のりは、模範の範という字ですから、幸福が乗り移ると、こういうと、模範の範、幸福が乗り地を知り幸福が乗り移る、のちばなさんで探せば検索していただければ、もう友達申請して、はい、じゃ今はとりあえず、がんとか健康の読書会っていうことですかね。いや、特にそれにはこだわっていません。まあ、僕と私と千葉奈さんの出会いは脳、はい、の、脳の出会いですよね。千葉奈さんはまた、うん、アクティブブレインっていう、はい、脳の何ですか、脳を使いこなす技というか、脳を、ね、活性化する、活性化するというで、またちょうどいいタイミングでこの先生が沖縄に来られるんですよね、はい、ね、アクティブブレインというのは、はい、我々の脳というのはよく 3% とか 5% しか使ってないと言われますけれども、はい、残りの 97% 使い方教えて言いたくなりますよね、うん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 、まあ 97% 95% とは言いませんけれども、うん、その一部をね、うん、もうちょっと活性、もう最近ルーシーって映画があって、もうすごかったです。 100% 使うと宇宙が止まるんですよ、もう時間まで止めちゃう。今でもですね、戸口さんね、はい、例えば今戸口さんすでにもう超天才と言われてますけれども、はい、さらにね、この脳が2倍使える、はい、2倍、あれ3倍、3倍、どうですか。もう何ができるかワクワクしますね。そういうことを、ね、はい、やろうと、はい、そのやる心のサビ、脳のサビを落とすトレーニングですね。これがね、アクティブブレインセミナーというんですよ。これ何月何日に、10月の24日10月24、25、あ、じゃあ2日連続ですね、はい、24、25、同日ですか。チャタンのですね、チャタンの、チャタン町メディアステーション、あ、これここメディア1枚ここにこうやってたら、はい、もしかしたら見えるのかな、メディアステーション、はい、で、やります。10時から6時まで。で、お問い合わせはですね、ファックスか留守電対応になりますけれども、はい、098-955-7306、はい、955-7306、はい、で、またはですね、メール、これが一番確かですけれども、YUCHIBANA、これはゆちばな、雪のりちばなで、ゆちばな3。3は数字の3ですね、はい、それからアットマーク yahoo.co.jp です、はい、でここに
問い合わせていただければです、ね、千葉さんがアクティブブレインセミナー実行委員会事務局になってますので、事務局、沖縄の事務局やられてるんです ね、はい、ですね。この開発者の有名な先生、あの小田善光先生です、ね、有名ですよね、本もたくさん出されてて、はいはい、あの要点思考、この方はですね、要点思考という本を出されて、要点思考、あと非常に最近大きなビジネスとしてはですね、まあ、ビジネスといいますか、はい、あの富士山をね、世界遺産に登録されましたけれども、はい、その実質的な動きをした方、中心になって動いた方がこの小田さんですね。あ、そうなんです。僕も本当に お会いしたんで、はい、あの千葉さんのご紹介で、うん、素晴らしい先生ですよね、本当に。小田先生自身がですね、あの高校の時に、300名の同級生の中で、はい、席次が200番ぐらいだったらしいんですよ、はい、でそれがこの脳の使い方を勉強して、はい、一挙に、トップに躍り詰めて、はい、そして東大の法学部に現役合格すごいですよねいう実績の持ち主ですね。ですから脳の使い方を勉強することによって、はい、今まで私たちはね、暗記をするとかという時に、うん、繰り返し字を書くとか、あるいは、うん、口に出すとかというやり方をしていましたけれども、うん、この根性論ですね。そうですね、はい、あの非常に原始的なやり方です、はい、今はですね、ちょっとしたテクニックを使うことによって暗記力もバッと上がるし、例えば難しい漢字なんかもね、一発で覚えるということができるようになりますね。もうこれはもう受けた方の楽しみに、はい、そうですね、もう多分話し始めると1時間、はい、2時間前話した話で、ね、あの来られる先生はこの美人の石井博美先生、はい、石井博美さんという方でね、はい、この方沖縄で2回目ですけれども、あ、2回目なんですか、はい、前回も30名ぐらいの方が見えて、はい、大変喜んでいた。前回30名も、はい、じゃあ今回も30名、はい、埋まっちゃうかもしれないですね。埋まっちゃいますね。早めに、のお問い合わせください。これですね、僕も脳科学大好物、速読からマインドマップからいろいろやってるんですけど、これ安いですよ、うん、3万6000円で2日間、それも旅費かからない、そうですね、飛行機代かからない、はいはい、この土日、あ、ストップウォッチ、これなんかちょっとなんかストップ時計、秒針のついた時計とストップウォッチを持ってきてください。タイムストレッサーですね。これですね、あのコンピューターのね、はい、OS を入れ替えるという感じがします。だから最新型の OS に変わります、ね、再インストール。そうですね、再インストールですか。で、小学校の5年生から上は年齢制限ありません。あ、もう今のでなんか本物って感じですね、うん、小学5年生ができる、小学生ができるっていうことは、はい、僕でもできる、できる、私でもできる、はい、みんなできる。体験した結果ですね、はい、64歳で私は受講しましたけれども、はい、小学校の6年生中学生に暗記力が負けないんです。あ、素晴らしい、素晴らしい。これはね、何でした、あの演習率、はいはい、なんかすごい10桁とか20桁、35桁、35桁、あの覚えられないですよ ね、 なんかすね、意味がないじゃないですか、数字が並んでるだけなんで、はいはい、人よ人よに人見ごろまでしかわからないですその後35桁、はい、あの人よ人よに人見ごろはね、これルート2、あ、ルート2だ、3.14 だ、はい、3.14 です、ね、すみません、間違えました。演習率を覚えることそのものには何の意味もないんです、はい、覚えようとすることに意味があるんです、ね、覚えてる間に何かが変わるんですね、うん、覚えようとするとね、脳みその錆が落ちる、錆が落ちる、脳の錆が落ちるということは心の錆も落ちるんです。脳は心だからですね。そうですね、はい、そうすると物事に対して前向きになる、明るくなる、はい、小さいことに感動できる。じゃああれですか、心が変わ、脳が変われば心が変わる。そうですね、脳が変わると心が変わる。その脳の錆を落とす、はい、脳の錆を落とすことによって、はい、明るい心をも取り戻して、はい、例えばね、のぼるさん、はいはい、最近、まあ、世間一般には私たちはよく笑うんですけれども、はい、笑いが少なくなってると。ああ、笑うと、うん、もう病気にならない。そうですよね、はい、でそういう笑う心を取り戻すことができる。取り戻すっていうと、もう失ってるっていう、もうね、もう錆がついて見えなくなってしまってるんですね。見えなくなってしまってるんだ。例えば女学生がね、木の葉が落ちるのを見て笑うと、はい、で子供がね、何回も同じテレビを見てまた笑うと。そうです、はい、はい、同じの見て笑ってますね。で大人だったらそれがどうしたのと、こういう感じになるんですけれども、はい、やはり子供の感性を取り戻すということで、
それができるようになるとこういうことですね。もう本当に楽しみなんですけども時間が来てしまいました、はい、柴田さんまたあのお呼びしたいんですけれども、はい、来ていただけますか。ありがとうございます、はい、あの柴田さんに何最後の曲っていうのを、はい、わかりました。で私はねアルパチーノが大好きなんですよ。さっきはロバート・デ・ニーロでしたね、友達あの最近仲良くない、はい、そしたらこのもう何年前か忘れましたけどゴッドファーザーという映画がありましたんで大変感動して今でも時々見てますけれどもこの曲知ってます。テーマ曲をね、はい、お願いします。はい、はい、お願いします。渋い曲でした。ありがとうございます。もう今日初めてのラジオ僕自身初めてでもう最初に千葉田さんが来ていただけたんで本当にのいいスタートが切れました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今後も自己満足になりがちな僕の話の中でみんなのためになるような話をしていきたいと思います。来週もまた素晴らしい方をお呼びしてまたためになる話をしていきたいんですけど、柴田さんもまた来月とか、はい、ちょっと助けていただきたいんですよろしくお願いしたいんですけど大丈夫ですかね。この今度柴田さんとお話しするときは私たち の2番目の仕事、はいはい、柴田さんの2番目の仕事脳の使い方をお伝えする仕事、僕も同じ仕事をしているので、それを脳を使って、私はですね、頭が良くなるっていうんですか、心が良くなるってことですよね。脳が良くなるってことは心が良くなるってことなんで、これが人類の平和と自由と平等につながっていくんじゃないかと思っててこの仕事を選んでるんですけれども。ね、私も思うんですけれども、シンプルなやつ。シンプルなやつ。うん、本物のやつ。本物のやつ。そしてあんまり金のかからないやつ。かけてもいいんですけれども、はいはいはい、最初誰もが取り付きやすいのはね、うんうん、やっぱりシンプルで。シンプルで。本物、簡単。簡単。楽しい。
ワクワクする。そうですね。楽しくなきゃ続きませんから。はい。そういうのしながらまたあと千葉田様のダイエットの話とか。ああいいですね。もうだけどダイエットも脳の話と一緒ですよね。はい。あの栄養、何を入れるか。あとはテクニック、ね。テクニック。ちょっとしたテクニック。情報、いい情報があれば無理なくできるわけですね。うん、さっきの、はい、覚えるのも簡単だよと話しましたけど、うんうんうん、痩せるのも簡単ですよということですよね。これはもう即健康に直結ですよね。はい、で特に女性の場合には1キロ痩せると人生観ぐらい変わりますからね。見た目が変わると人生観、ね、人生観も変わる。いいですね。でそれをしながらまた人間観察のお話も、はい、そうですね。また本当はさっき言えない方のネタがあったんですけどね。ああいうのはちょっと名前が出せない方載せた時の話とかもあるんですけど、またあと夜の話もあった、夜のタクシーの話とか もうまさにあの映画のタクシーですよね。面白いですね、うん、あの話もまたよろしくお願いします。はいはい、本当に今日はありがとうございました。あの最初の一歩があの楽しい一歩になりました。皆さんどうもありがとうございました。